なぜ今日松永さんと若宮さんとそして一緒になったかと言いますと、実はその2月の5日に CD を出させていただくことに僕なっているんですが、実はですね、僕の今後ろでですね、エンジニアやっていただいている方がですね、そのエフザミュージックというところのですね、実は社長なんですね。社長自らエンジニアをやっているという、実はそちらからの CD を出させていただくということで、若宮さんとですね、松永さんレーベルメイトと、そういう形ですね。CM でよく見ますよね。あれはハウスメイトです。皆さんね。別にハウスメイトの宣伝をしたからといって僕にいくら入ってくるとかそういうわけではありませんけども、レベルメイトということでですね、まあ本当にこれからもなんか一緒にこうやってライブをね、コラボでやっていけたらなと思っております。すいません、なかなかと喋っちゃいました。どちらかというとですね、最近歌よりも司会業の方が増えてきた清水貴弘です。皆さんよろしくお願いします。最後に一曲、クリスマスにちょっとぴったりなのが、ぜひ皆さんの心の中で大切な人を思い浮かべてこの曲を聴いてくれたら嬉しいなと思います。絆という曲を、ちょっとワンです歌わせていただきたいと思います。決めたのにあなたの顔が